結局まあどの技にしてもそうだけど、やっぱ無理な姿勢で入るっていうのは絶対効かない、はい、技に入るまでの作り形の作り方っていうのがやっぱすごい大事で、まずは阿部の隙を見て野村が技をかける。すげえな。野村が重視する技への入り方、阿部は感じ取れたか。今度は阿部が技をかけに行く。だがなかなか懐に飛び込めない。ここであかんのはここの隙間が開くこと。一番組み手の中でダメなのはこことここが開くこと。ここで開いたらやっぱ相手をコントロールできへん。阿部は技に入る前に相手の重心を崩す動きができていない。相手を崩すための最初のポイントは右手の使い方だ。常にここの感触を持っておくと。ここが開くとやっぱりこう、まあ、入れないっていうか力も。そうそうそう。だから一本杖もそう、はい、一本杖でも、まあ、こういう時でもやっぱこうなっててこうなっててもそのまま入らない。やっぱ一回グッとこうここでタッチさせて。なるほど。なるほどって言ってすぐできるわけじゃないですよね。常にやっぱここをつけるっていうのを俺はすごい意識してる、はい、なるほど。胸元に当てた右手で圧力をかけながら相手の重心がどこにあるか常に感じておく。こうしてまずは技に入るタイミングをつかむのだ。野村流の崩しの技術を意識して再び挑戦。本当だ。いつの間にか拳が離れてしまった。絶対に胸元から右手を離すまい。しかし今度こっちに意識しすぎたらこっちができてないから、はい、相手のことは落としていかなあかんから、はい、今だから自分のことで精一杯なわけ。自分がここをつけるってことに精一杯だけど、はい、それをしながら相手のことをこっと落としていかなあかん、はい。新たに浮上したポイントは相手を崩しきるための左手の使い方。袖を持ち相手を揺さぶり重心が崩れた瞬間、その左手で袖を一気に引き下げる。慌てて戻そうとする相手の力も利用すれば懐に飛び込むための空間が生まれるのだ。柔道ってすごい頭使うんですね。崩す技術をさらに突き詰めると、こう手首この一つにとってもこう下にこう落とすのとこの手首を返すっていうのは全然違う。手首を返してで自分の体を落とす。 それをずっと連携させて連動させて、でそれで相手を押し込んでいって、野村の教えは崩した後の動き。ここの間でも返す。相手を背負ってから確実に仕留めるための技術。全部考えながらやってんだこういうの。そうですね。ここにも野村のこだわりが数多く詰まっている。ある程度引き上げるってこととしっかりここ回すってことで、自分の頭は失敗するとき絶対こう自分の頭がこう前に来るからさ、はい、自分の頭が極端な話中に入っていくように出て。最後に今日教わった技術を一連の動きで試してみる。崩し、背負い、投げる。お、でも掴んできた。さすが天才。
ないな、吸収力。右手で圧力をかけながら重心が崩れた瞬間、左手で袖を思い切り引き下げ、すかさず懐に潜り込むと鮮やかに投げ飛ばした。